はよう。おはよう。うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。ヤスルパンさん、地球グマありがとうございます。地球グマおはようございます。そう、早起き、早起きって言ってもまあ、坂道 FC さん、猫ありがとうございます。寝れました、寝れました。いい感じかも、寝すぎず寝れたって感じ。おはよう。てか暑すぎる、なんか今前髪が薄い。おはよう。ありがとうございます。そう、暖房をつけて寝たの。暖房と電気毛布、そしたらめっちゃ暑い。よし、ちょっと準備しながら配信します。15分になったら終わります。短いんですけども今日は15分です。おはよう。朝配信助かる？そう、今起きた。今っていうか6時15分に起きました。15分前。そう、6時44まで。早起き6時。夢に雪肉が出てきて幸せ。本当に出てきた。そう、服部さん、猫ありがとうございます。ね、あと11分。汗おはよう。ね、モコモコ着てるのにさ、暖房も電気毛布もつけたからマジで激アツ。おはよう。寒いより、確かに寒すぎては寝れんもんね。それは確かに。前髪が
おはよう。どのバッグで行こうかな。おはよう。新車で行こうとしたら窓が凍ってて出れなかった。え、そんなに寒いのか。おはよう。いろいろ出てくる。メイクポーチ。車の窓も凍ってた。あら、懐かしいな、ね、水かけたりして凍っとるのを撮ってたの懐かしい。何時まで配信できそう？15分。違う、15分間。そう、よくないらしい。そうなんや。でも時間ないけんさ、もうバッて水かけてもう出ていくんです。学校とかに送ってもらうときに凍ってるからやばいってね。でも朝はもう1分も大事じゃん、マジで。だからもうそう、朝は1分も大事なので。水をかけて、よし、こんなもんかな、必要なものだけ。これなんだ。お腹すいた。お腹すいた。昨日は夜お腹すいたけど耐えきったので、ね、準備配信ね、なんか食べる。コンビニでなんか買っておく。えらい。おはよう。ガサガサ。おかかがいい？それは何にいいんですか？何に効くんですか？傘いる？え、いらんでしょ傘。私の好みなんだい。むくみに効くよとか思った。あんたの好みか。美女すぎる。今日前髪薄くない？まあ時間経ったら
なんとかなる。よし、こんなもんかな。荷物は少なめ、メイクポーチとお財布、そんなもんじゃない？こんなもんやな。おはよう。コンビニで買います。あ、充電器とか持ってく。まだここにないから。くすげる。はい、おはよう。充電器持ってかないとね。そうなんよ。でも最近はね、便利だからコンビニにパック、コンビニにモバイルバッテリー借りれる。借りたことないけど。おはよう。そうな、コンビニで1時間100何円とか100円とか知らんけど。そうそう、パック。おでこは見えないからパックしないんです。ほっぺだけでいいやっていう。トラ、おはよう。ね、そうだから急遽ね、充電なくなったらコンビニでそれ借りたら。そうなんよ、すごい。ね、それをね、結構使ってるメンバーがいて。ほっぺ大事、ほっぺ保湿。私のチャームポイントですからね、大切に保湿しないと。何貼ってんだろうって思うよね。部分的なパック。ポアロンさん、クッキーありがとうございます。あと1分ぐらいか。おはよう。ゆうぴょんさん、かわいい、ありがとうございます。あと1分。ちょっとね、1分もね、大事な朝なので、終わったらすぐ準備して。パック短い。そうなんよ、無駄だよね。普通ね、10分ぐらいするんだけど、もういいんです。こうやって染み込ませる。おはよう。おっきい染み込ませたけん、おっきいです。じゃあ壇上読みます。13位、アキさん。12位、ポアロンさん。11位、ポクレンパサランさん。10位、ドンちゃん。9位、理化学研究所さん。8位、ダックンさん。7位、ホズミさん。6位、ゴーウェイさん。5位、クニさん。4位、坂道 FC さん。3位、ハットリさん。2位、ヤスルパンさん。1位、ウドムさん。ありがとうございました。でも15分するだけでこの毎日アイドルの数字増えるって思ったら結構増えた感じする。昨日なかなか増えないって言ってたけど、これでもう1増えたのはすごい楽だわ。イエイイエイ。
1増えた。じゃあ明日またメールは送りますんで、今日はメールたくさん送るようにするわ多分配信できないから。じゃあまた行ってきます。頑張ろう。またねー。